今回は海外の天才が作成したスクラッチでマイクラを完全再現したゲームをプレイしていきます。どうもやさごじゃひのです。突然ですが皆さんはスクラッチを知っていますか？スクラッチはアメリカの非営利団体スクラッチ財団が開発したビジュアルプログラミング言語で直感的にゲームを作ることができます。ということでこちらがスクラッチです。このスクラッチっていうのは用意されたこういうコードでゲームをね自由に作ることができるんですよ。例えば10歩動かすを選択してブロックをクリックすると、はい、ここのね右のわーみたいな顔のやつがこう歩き出します。あ、どこ行くどこ行く。こんな感じでねコードを駆使することでプログラミングの基礎が学べて、ゲームを作るプログラミングを作る楽しさが学べるっていう風な学習ツールなんですが、こちらね作るだけではなく自分で作ったゲームを公開することができるんですよ。このゲームがまたすごくて、もう何でもあるみたいな、めちゃめちゃ凝ったものからダークウェブみたいなものまで、もう何でもあるゲーム版 YouTube と言っても過言ではない、ロブロックスにね匹敵するようないろんなゲームが存在します。例えばポケモンって調べるだけでこんな出てくるんだよ。ちょっとこれ気になるな。ポケモンこれちょっとやってみましょうか。あ、これで矢印キーで動かせて、これ当たっちゃいけない。あ、撃てる。なんだこれ、操作がよくわかんないんだけど、何をするゲームなのこれは。他にもこんなスーパースクラッチブローズ、え、なんかすごそう。ちょっとルカリオでいきましょうか。ルカリオ、おい、なんかすごそう。え、なんかさっきとちょっとレベチなものが出てきた。おお、すごい。あ、ザコい。CPU ザコすぎ。勝手に死んでくんだけど、CPU が。さっきのゲームとまた違う。これ同じものを使って、全く違うものが作れてるっていうね。これすごいよね。なんか、昔で言う、面白フラッシュ的な、そういうノリを感じるゲームたちですね、こちら。こういう様々なゲームを、ただで遊ぶことができてしまいます。まあ、なのでね、子供たちにすごい大変人気のプラットフォーム。しかも学校でもね、勉強として扱われるので、勉強のふりをした、ゲームプラットフォームみたいな感じなんですけども、なんとこのスクラッチでマイクラを完全再現したゲームが存在します。試しにマインクラフトと言ってみましょうか。同じようにやっぱりマインクラフトっていうのはすごい人気なゲームなだけあって、様々な人がスクラッチ上でマインクラフトを作ってるんですけど、例えばこれとか見てみよう。おお、すごい縦画面のマインクラフト、なんかテラリアみたいな感じだね。あ、すごいすごいすごい。ちゃんとクリックで掘れたりする。見て、で掘れてアイテムゲットで E で、お、メニュー開ける。クラフトもすることができます。すごい。で1を設置する。ちょっと使い方わからんわこれ。こういうね 2D のマインクラフト、こういうマイクラゲーであったり、他にもこんな感じのすごい詐欺広告ゲームみたいな、昔からねインターネットやってる人からしたらすごい面白フラッシュを感じるマインクラフト作品まで、まあ、様々なものがあるんですが、今紹介した2つの作品にはちょっと申し訳ないですが、もうこんなんじゃありません。これとはもうレベルが違います。それがこちらのスクラッチファン3213の作ったマインクラフトスクラッチエディションです。作品ごとにねコメントを見ることができるんですが、一体なんだこれに何時間費やしたんだ、これはすごいですね、マインクラフトをスクラッチで作ったなんて、あなたは伝説です、などめちゃめちゃね好評なコメントがあります。ということでこちらがねマインクラフトスクラッチエディションです。もうこの画面でさっき紹介したマイクラゲー、そしてスクラッチゲーとなんかレベルが違うって感じがひしひしと伝わるんじゃないでしょうか。これサムネ詐欺の可能性もあるからね、全然わかんないけど、じゃちょっとプレイしていきます。ということで来ました、こちらがマインクラフトスクラッチエディションです。ここ時点でマインクラフトだけどね、オプションはビデオのクオリティとかオーディオミュージックボリューム、わ、すごいしっかりしてる。皆さん、ちなみに、ここもスクラッチでできてますからね。これ混乱しちゃダメですよ。ゲーム内だけじゃなく、メニュー画面もすべてスクラッチでできてます。じゃあ行きます。プレイゲーム、デフォルト、アンプリファイド、スーパーフラット、ワールドタイプもあるのこれ。で、モードもクリエイティブ、サバイバル。この2つがあります。他のセッティング、難易度、そしてバイオームのスケールも存在する。やばいね。どんだけ緻密に練られてるんだこれ。ちょっとクリエイティブで行きましょうか。ということで、こちらがマインクラフト、スクラッチエディションです。これすごいね。すごい。なんか操作だいぶむずいけど、これはすごいぞみんな。例えばさ、視覚効果。近づくと視覚ブロックになるんですが、遠いところはやっぱ処理をね、軽くするために簡易的に表示させる。僕が以前紹介したディスタントホライゾンモッドでも同じようなことやってますね、これ。オープンワールドあるあるの技術を、だとスクラッチでやってます。で、ここら辺の距離からさ、見たら全然違和感ない土なんですが、これもね、みんなやばいよ。もう近づくと、
全部さ、まるでできてるんだよね。すごくない？本家マインクラフトは全てが四角の世界ですが、こちらのスクラッチ版マインクラフト、全てがまるでできてます。ちょっといろいろと探検していきましょうか。花であったり、で、豚さんも、おお、君も全部まるでできてるのか。あ、死んだアイテム。これは丸じゃないの？なんかブロックだけ丸で、このアイテムは全然丸って感じではしないですね。木とかさ、マジで近づかないと丸に見えない。なんかすごい気持ち悪いですね、感覚として。これ下もあるんだ。一番下岩盤まで一体何があるんだろう。ちゃんとこのさ、光源処理というか、明るさも変わるの、マイクラすぎるでしょ。ただのマイクラクローン、マイクラのデータをそのまま引っこ抜いて入れたとかじゃなく、本当にゼロベースからスクラッチでマイクラを作ってるっていう感じなんでね。よりすごいね。あの最初のさ、僕がくるくるさせてた10歩歩くを組み合わせることでこんなものが作れるとは、意味がわかりませんね。アイテムとかもいろいろあるみたいなので見ていきましょうか。こんな種類のブロックたち存在するみたい。え、エンパもある。エンパ使える？これ。あ、使える。え、すごいこれ。別に処理もそんな重くないっていうね。え、レッドストーンもあるの？ちょっとこれ爆発させてみよっか。これで？爆発する感じではないな。さすがに、レッドストーン回路までは再現しきれてないか。で、この着火マンで着火したらどうなる？あ、できる。着火マンで着火はできる。おー、こんなリアルに爆発するの？爆発の仕方がすごいぞ、これ。ボカン、おー、全然マイクラ。なんか初期のさ、ベータ版マイクラとかより、全然遊べるくない？これ。ちょっと気になったんだけどさ、エンドとか、ネザーとかあんのかな？ちょっとネザー行ってみよっか。あ、行けるのか。え？すごすぎ！もう訳がわからん、これ。ゼロベースでこれを作ってるのがやばいからね、みんな。ちょっと行ってきます。これ入れるのか？あ、入れる！この揺れる感じも再現してるし。ネザー来れた！やば！ネザー来れるんですけど。しかもめちゃめちゃ、ちゃんとネザーなんだけど。ガストもいます。なんか、モフモフしてそう。続いてネザーがあるってことはもしかしたらこっちもある。エンドも見に行きましょうか。さあ、エンドに来ました。エンドラ飛んでる。エンクリは壊れてますね。さすがに浮遊物体は難しいか。エンドラさんいますか？パッと見エンドラいないんだけど。エンドラはいないけど、しっかりとエンド自体は再現されてます。これでもエンドラいないとどうやって帰るんだ。これ帰れないよ。帰れなくなっちゃった。これでちょっと落ちて死のうか。帰れないんでちょっと落ちて死んでみます。落ちて死ぬことできなそう。これね、スクラッチだと、なんと中身が見れるらしくて、どんな感じで作られてるか、ちょっと気になったんで見ましょうか。メニュー画面の処理のところがこれで、もうこの時点でさっきの10歩動かすとレベルが違いますね、これ。でもちゃんとこれで作られてるんだ。マジですごすぎる。最初の画面の時点でこんだけのコードが使われてるんですが、さっぱりわかんないね、これ。僕今まで Java、C++、HTML、CSS、いろいろとなんかやってきましたが、わけわかんないわ、これ。今言ったやつもよくわかんないんですけどね。こちらがね、スクラッチ版マインクラフトなんですが、さっきいろいろと見せたように、基本的に 2D のゲームを作る用のプログラミング言語なんですよ。それがね、こんな感じに完全 3D を実現できてる。これがまずやばすぎる。で、正直さ、マインクラフト持ってないキッズとか、これスマホで動くなら、これやればいいじゃん。スクラッチ、ただのプログラミング言語じゃなく、これちょっと革命的なゲームかもしれないぞ。ということで今回はスクラッチでマインクラフトを完全再現したゲームを実際に遊んでみました。スクラッチのおすすめのゲームある人はコメントで教えてください。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。